1月が終わりました。はい。終わってるんです。で、クラブの1月の成績っていうのをちょっと見たいなと。はい、なるほど。やってるでしょ。毎月やってるっぽいです。いや、1回しかやってないです、まだ。毎週俺一人でさ、やってるじゃん。勝ち上がりレビューみたいな。ああ。負けた馬も取り上げるかいって言われるやつ。はい、そうそう、これがね、1月の中央競馬の成績。はい、ターゲットで取り上げるのは中央だけなので、ちょっと地方のやつは含まれないので、そこだけちょっとご了承ください。1位が順番に、キャロット、サンデー、シャダイ、G1、シルク。結局これですよ。いや、すごいね、固め方が。あ固まり方が。そう。結局こうなんですよ。そうですね。そう。キャロットの勝率なんかすごいよ。なんか去年調子が悪いだどうなこうなって言われてます。スロースタート、いつもスロースタートって言ってたのね、キャロットね。17% が勝率。すごい、多いな。の割には俺のキャロット全然硬いやん。おい、グランサバナが2着、2回続いてるね、うん。なかなか僕の出資は勝ってくれないんですけど、金谷さんの馬は出てましたか？出てましたよね。出てましたよね。出てましたよね。名前思い出してる時間が必要なんですよ。出てるましたよね、出てるましたよね。 A B C D E F G H I J K。 次はキャッチ構成エルフォルクだろボケが。JK で引っ張られすぎるんですよ。エルフォルクね、いたね、そんなこんな。調子どうすか。なんかダメよね、もう1回で。あ、9着か、3アウトは。そうですね、大丈夫じゃないですかね。まだ大丈夫。もう中立さんも57歳になっちゃったよ、もう。菱山さん、中立。まあ、あとはサンデーが。2着のあれで見たらね、連帯率が、やばい。すごいですから。3回に1回ですもんね。そう。川田か、お前は、みたいなね。ね、まあ。サンデーも12勝ということで。はい、同じように。まあまあ、このシルクロードステークスのマットクールは強かったですね。負けて強し。そうですね。サンデーはね、なんか、地味にこう、あ、フェインググロッテンの金牌3着とかもありましたけど、プレサージュリフトの3着とか、サンデー大活躍みたいな感じではないんだけど、それでもやっぱこうやって数字を合わせに来てるところはすごいかなっていう感じ。で、まあ大躍進の車台レースコース。これがね、重賞2つ、きっちり掲示板ですけどね。ピート・ザ・ウィングスね、頑張ってほしいですけど、まあまあでも5着ちゃんと。次はダートを使うそうですね。あ、本当ですか。最初の勢いがすごかったね。ライトクオンタムですね。新山記念を勝ったディープサンク、はい、この馬じゃなかった金谷さんの BOG の馬、うん、そうそ う, そう指名してくれたやつです ね, ね、話しましたね、嘘の話しよう。ディープのもう喋ってなさすぎてなんか単からんぞみやんけ、お前は。ディープのディープのラストクロップ、そう、自信麻生さんの真似かなんかってさ。本当だよ、武豊騎手が重賞350勝、そうそうそう、決めたレースですね。この前 BS11 でやってましたけど、ああ牝馬の100勝目重賞、へえ、言ってましたね。牝馬で100勝、牡馬で、あ、牡馬ね、今、オス200、1000馬で50勝、そんなあるそんなある1000馬で50勝はすごいですね。全部なんか3つ4つだった。そうですね、3つでしたかね。ソウルオリエンスね、そうだね。この馬が今やもう皐月賞馬候補といっても強かったもんね。いや、強かったですよね。北サンブラックはいいね、やっぱり。北サンブラックにモチベーター、モチベーターね。そう、ドゥラメンテの皐月賞を思い出すみたいな人多かったじゃないですか。そうそうそう、多かった。で、あの時も僕はルメールの本命だったんですよね。で、邪魔されて、で、今回もあ、ルメールのまさかの、はい、セブンマジシャンが僕本命だったのでまたかと思いましたけど、2回邪魔されたって、はい、邪魔されたって言うなよっていうのもあるけどね、はい、そうです、コメントでね、はい、不利受けたとか言えばいいんですよ。2回邪魔された子供か、お前分かる、俺もセブンマジシャンから買ってましたから、はい、まあとにかく強かったです、チッチさんお喜びの、そうですよね、ソウルオリエンス。そしてこの1月の車内レースコースといえば、はい、コリアン、コリアンドリーじゃない、そう、コリアンドリー違うんですよ、イタリア語で紙吹雪ですから何回も言いますけど、勝ったのがこれですよ、キス&チークですよ、キスオンザチーク、キス&チークってのはキスオンザチークですよ、ほっぺにチューク、ほっぺにチューク、そう。ちなみにこのコリアンドリーが今度2月の4日もうこれ出てる、こっちも2月出るんですよ、未勝利戦に、はい、で、ミーサマーノさんの出資してる G1 のパスカリちゃんだったかなと戦うんですね、同じレース、まさかの、そうか、そう、しかも渋いところで和田龍二の取り合いをしてしまってコリアンドリが和田龍二を取るっていう、おお、
だけど向こうは松山くんなんですよ。俺は松山くんの方が良かったなみたいな。どっちかっつうと俺は松山くんが良かったぞみたいな。もちろん和田さんいいんですよ全然。渋い争いをどうなったかね、楽しみです。次のことを思えばちょっと譲ってほしいですね。まあそうだね、はい、そうなんですよ。明田さんもいろいろかかってますからね。そうなんですよ。カーネーションに行くためにやっぱり勝たないと。カーネーション行くのにね、はい、ここ勝って1個叩いて万全の体制でね、あるいは1個勝っとけば、うん、本当に忘れなくさもあるんでね。謝罪できなくなっちゃうよ、ちゃんと言っちゃうと。次はだってあれでしょ、ポカリとあのリアルゴールドでやるんでしょ、次の謝罪は、まあ、そうですよ。ちゃんとあのセットしてブルーシートみたいなやつね、引いてやんないと。そうだね、そうだね。あーもうどうしてもね話がずれるね。だから G17 勝じゃないですか。あれ開幕ダッシュしてましたもんね。そう、うん、もう一気に6勝してたんだけど G1 が、うん、だから最初の方にバーって勝ったの、うん、これだってもう1月9日までで6つ勝ってるんですよ、うん、すごいっすね、うん、だけどそっからがね、和田さんの勝つことがごめんね、和田さん取ってみて主戦なのに。俺本当に別に松山君の良かったけどな、なんかどっちが勝ったのか分かんないです、本当に。あ、でも僕なんか前走見てると、ちょっとなんか直線、ちょっとよれたりとかしてたから、癖があるから、ああ、なるほど、なるほど。知ってる方がいいかもしれないです。で、その、シルクさんね、はいはい、ちょっと不調です。で、勝率も、まあ、そうですね、人がいたな。うん。なんならこれ、キャロットの勝率ですから、この連帯ですから。ああ、そうですね。うん。あんまり良くないんですよ。ただね、もうベルシャンブルかかってたので、そうでしたね、俺の、あの馬体枠。かっこよかったのかな、この子は。サリエラね。あ、サリエラ。この子がさ、ライバルよ、ルージュスティアの。うん。昨日、あの、ケーパーズさんは、ビクトリアマイルには行ってほしくないです。マイルは合わないです、みたいな風に、ちょっと謙遜して言ってたけどさ、絶対強いじゃん。何に出てきたって強いんだよ。ルージュスティアとかナミュールとかさ、うん、もうみんな出てこなきゃいいのにね。本当ね、まあ、後藤、せめて後藤立てぐらいですね。そうそうそう。なってくれる。そうだしもね。かしらちょっとそうですね、なんか、まあ、調教で動かない、ずっと止まってるんだよね、安くで絶対動かないもん。そう、絶対歩かない前になってればいいんだよ、そうだし。そう、プロミストーリアもね、強いの、プロミストーリアね、ピースさんのね、このキャリック・アリードっていうのがね、これ覚えとくというめちゃめちゃ強いのよ。本当ですか。人気で2馬身半差だったけど、これ強かったよ。ちょっと話題になったね、このカンフーダンスの未勝利戦ね。ほんとね、どうしたんでしょうね。3倍で負けるか、今村って言われたやつね。線が合わないんですかね。でも線走ってたことあったんでしたっけ、カンフーダンスって。線にですね。そうか、うん、線が合わないかもしれないですね。そうだね、うん、そう。別に前走もね、今村前走なんだっけ、ビルドプライドその時は本当に勝たせてくださいと思って今回応援してたんですよ、カンフーダンス。あとは僕のメイクはスナッチ、もうこのままその出資してる人を、うん、かなので、うん、ノエボンさんがすげえなんかカネちゃんに推してたって言ったんだっけ。あ、そうそうそう、メイクアスナッチ、うん、若手はあのルーパクト配合というらしいね。あー、なんかあ、ルーラーシップとディープ、うん、絶対使わない俺は。うまいこと考えるね、若者は。そうやって奇跡のつながりをするんですね。お、奇跡配合ですか。すごいね、アキラね。俺たちはもう普通にね、奇跡配合とかって言うけど、はい、はい、いや、いい足で追い込んだね。いやね、さすが叩いたらね。正月早々、中身がまだできてませんでした、すいませんみたいなコメントだった。バカ野郎、そんなの使うんじゃないよ。調教師だろお前、長年やってんだろ。まあちょっと8歳で覚醒するんで、ちょっともうちょっとお待ちください一個カットがないと、とりあえずみたいな感じです。はい、はい、そんな、ところでですね、まああとはもうパッパでいいかな。ハブリールドブリ、あ、いたね。これ、ノエボンさんと期待です。そう、期待の、そう、評価の、うん、アキラの、いや、2人の、あ、2人、2人、そうです。あー、そっか、うん、あの時やってるんだ。そうスイカ募集のこと頑張ってもらわないと。そうです、行きますから次は弥生あたり。じゃあスプリングステークスか分かんないけど、うん、まあとりあえずトライアル行って、シルクもねクラシック候補出してほしいですよ。なかなか楽しみな、うん、そうですね。1月でしたかな。あとは8歳で覚醒した馬もいましたけどね。まさかのこれね、アキラさんの一番馬、はい、本当に8歳で覚醒するんだよ、アキラの馬は。見ちゃうからね、もう8歳びっくりしたね。びっくりしたルーカスもう8歳なの。そうなんですよ。そうだよ、ルーカス来たよね。来ました。俺もちゃんと馬券買ったよ。そう、なんか去勢明け2走目だしそろそろかなっていうのはあったんで買ってたけどね。で、副賞は買ってなかったのよ。単勝ですよ。お前取ったなと。これ偉いもんね、取った感じじゃないですか、うん、ルーカス3着に置いてたおー、あ、行き過ぎ
ただ鞍上が多少心配ではあったよね、やっぱね。まあ、三着っぽいみたいなさ、後世三浦、そうで今回ちょっと強い馬が結構いたんで、さすがにちょっと2着は厳しいかなみたいな。いや俺はもうレッドモンレーブに勝てと思ってね、パーソナルハイトもいたしね。そうなんですよね、3着9歳馬でしょ、青い信号。そうなんですよ、ね、すごいジジイが頑張ったね。本当はね、たまなし、お前には負けんぞみたいな感じでたまなしのジジイがこいつも来てくれたらよかったね。ああ、うん、そうね、でけえ、もうどうせだったら1、2、3で。そうだね、先輩3頭でさ、7、8、9で一着この方が良かったね。そうですね、なんとかなりませんかね、今からね。もう一回見たら変わるのかな。そういうんじゃないんですか。違うんですよ。そうだったね、ルーカス。そうでもこれコメントで8歳ですがまだまだやれますよっていうコメントだったんで、まだまだやれますということで、まだ置いてもらいます。ルーカスって何回勝ったの。1回です。主な勝ち倉は2歳新馬です。成績見ますか。東京競馬場に連れてもらった時に馬主席でね、入れてもらった時にね、はい、この賞金で生きてるみたいな感じ。ずっと3勝クラスで、はい、節分ステークスは2回目の2着ですね。3年ぶり2回目みたいな。まあこんだけしか作ってないからね、8歳だけど、そうだよね、大きな怪我をしたわけでもなく、どっかで聞いたことある話ですよ。3勝クラスは順番が回ってこないみたいな話をしてましたよね。3勝クラスもうモンバーみたいになってるね。そうですね、順番待ちしてるんですけど、なんか違う列に毎回並んじゃうみたいな感じで。そっちじゃないよ、そっちじゃないっていう。もう一回並び直してもらっていいですかみたいなのはずっとね、勝てる力はあると思うんですけどね。そうなんですよ、ね、惜しいレースはいっぱいあるもんね、はい、まあまあ、そう、シルクだけ見て終わりなんじゃないんですよ。まあ、トーサラが4勝していたり、これはルージュスティリアがあるんじゃないですか。はいはいはい、はい、そのレッドモンレーブがいたりとか、ルーカスに勝った、あ、これ強かったもんね。強かったですもんね。これが強かったですよ。これはラストグルーヴの子ですから、エアグルーヴ品系ですね、とか、まあまあこの馬は重賞取れそうだし、なんか川田騎手は本当楽しみです、楽しみにしている馬なので勝ってくれてよかったみたいなことを言ってたけど、そうこの馬ね、あれなんですよね、ここでダノンベルーガに負けたりしてるから、でこの馬ね、川田さん乗ったりするじゃないですか。でそこと比べてね、どうなのかなみたいなのもあったりしますよね。どう感じているのかなみたいな。しかも今の見ても結構すごいメンバーだったね、そう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 、ルージュスティリアは、もう、ね、勝ちますんで、ビクトリアマイル。ビクトリアマイルってノーザンホースパークマラソンの時、みんなで見るんですよ。抽選会とかある中でやるんですけど、勝つんじゃないですか。いや、勝ちますね、そう。ノーザンホースパークマラソンに申し訳ないですけどね、ノーザンファームじゃないんでね。あ、そうか。車大牧場なんで。そうですね。そう、遠さらだし。じゃあ2着かな。おいおい、福永さんっていつまで乗れるの。2月の終わりまで。2月なんで、もう終わりですね。じゃあもう終わりか。うん。だからピクシーナイトが帰休してて、2月中に出るとかそういう話。いや、そう、だから阪急杯に出るんだけど、出る予定をしているんだけど、まあ調子が良ければ出そうみたいなことなんだけど、だけどサウジに行くんで、福永さん最後。そう、だ乗れない。収集ね、そうそう、乗れないんですよね。またインゼル、インゼル、あ、こっちのパソコンはインゼル入れてないんだ。まあしょうがないね。来月までに入れとく、ごめん。またリムルファームさんに怒られちゃう。インゼル入れといてよっつって、ごめんなさい、インゼルちょっと忘れてました。またいつもね、向こうのパソコンでやってるからね。そうだね、はい、とね、気になる馬いますか、その他の省略した馬で。 YGG、 あ、 YGG ね、勝ってないからね。あ、勝ってないね。 2着が4回あるんだよ。2着4回、それはそれですごいね。じゃあ一応 YGG を見とこうか。 YGG の人たちに媚びとくか、モーメントキャッチが、だドライスタウトがね。あ、そうだね、そう、なんかドライスタウトはフェブラリーステークスに出れるんですかどうですかみたいな。昔のクラブの時代の時にフェブラリーハンデを勝った馬がいるんでね、そう、名前忘れちゃったけど、なんかそこの、そのなんか優勝例を出したりして、見てねえ、誰見てないっす、誰もツイッター。終わり、終わります。 YGG 終わり。 YGG ね、ちょっと、まあいいや。何、取り上げなくていいや。じゃあクワイエットっていう馬、僕毎回ね、応援してるんですよ、はい、モーメントキャッチがちなみに2回2着ですからね。モーメントキャッチ見ますか。めちゃ2着やん。すげえ2着、すごいね、この馬。すごいっすよね。この間2着だったんだね。でも今村降ろされちゃったもんね、これ。降ろされたのに。そう、だから今村さんも3着になったから降ろされたんでしょ。そうそうそう。単内も、まあ、6着だから降ろされてて。いや、2着じゃないと降ろされるんだ。そういうことだ、ね。いいがん降ろされとるやないか、2着でも。いや、いいやん。いや、騎乗停止の可能性あるわ、ね。あります。そう、いいがん。
川田でもまあ2着だったらじゃあ今村に戻るかみたいな感じですね。戻ってくる。で何クワイ、あ、そうそう、クワイエットね、僕結構応援するんですよ。なんでかっていうとブランノワールが勝ったレースで2着だったんですよ。おお、どれ、ほんとだ、人気薄で来てくれたんで、うん、マレン結構ついてくれて、それからずっと応援してるんですけど全然来ないんですよそうだね。でも3勝、あ、これはあれか、地方に行って戻ってきてってやつか。はい、で1回3着があったと思うんですけど、その時ね、僕多分どっかに行ってて帰ってないんですよね。その時だけ3着に来ると。お前の都合や、それは。ローレル・ゲレイです。そう、ローレル・ゲレイロってさ、ビッグテンビーじゃないですか、お母さんが。あれなんですよ、ビッグテンビーといえば。そう、ビッグテンビーはローレル・ゲレイロなんだけど、あ、そうじゃなくて。そう、アメージング・ムーンからだったかな。あ、そう、ノース・ブリッジがいるっていう、そう。ノース・ブリッジが、ね、ビッグテンビーがおばあちゃんで、そう、ローレル・ゲレイロと同じ系統なんだよね。うん、だからノースブリッジを見るとなんかローレル・ゲレーロを思い出すねっていう話をちょっとしたことがあったりしてね、いろいろつながってますね、競馬は。まさかのクワイエットからこんなに広がるとは思わなかったです。出てきて出てきてよかったクワイエットのお父さんがローレル・ゲレーロだったということね、素晴らしいですね。おばあちゃんキャッツだからねキャッツだからキャッツキャッツキャッツ、これで終わりたいと思います。今日は終わり、また来月、はい、合ってるよね。これはまた来月、はい、ありがとうございました。ちょっとでもポッと思ったら、ポッ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 、ガッツ。